マスケンの初めての釣り場で勝負してみた。ルールを説明してくれ。浅香ガーデンに来ました。初めての釣り場です。すごい楽しみです。でここから2時間エヴァとコスタがバトルしていく。負けた方が勝った方にフラグ立ってあげる。 OK? OK。 よっしゃ、やってみよう。ザ・バトルスタート。とりあえず A7 トライアングルで競争を意識していきます。乗らない乗らない。でもあそこに絶対いる。はい、1時間経ちました。エヴァさん何匹ですか？1匹です。コスタ1。これはひどい。情けないです。これはひどいですね。お互いひどい。後半が多分10匹ぐらいは釣れると思う。なる、本当に？まあ頑張りましょう。今測ってます。スタンディングまでゆっくり持ってきます。幅1枚。どうした？カモがなくなったということで。あ、あった。あ。危ねえ。よかった、神様。タックルベリーって全部売ってきます。もうやめましょう釣り。二人ともやめた方がいい。引退した方がいいですよ。結果は2-2でした。2-2でした。まあしょうがないね。放流頑張ろう。放流した？はい。お疲れした。お疲れ様でした。結果を教えてください。結果は、全部で3時間やりましたね。3時間やって、エヴァさんは2匹しか釣れない。コスタさんどうでしたか？コスタも2匹でした。情けないですね。情けないですね。やっぱり表層があんまり僕らは上手じゃないってことが分かりましたね。そうですね。これを機にちょっと表層をもうちょっとベリーズに帰って教えてもらいましょう。じゃあベリーズのスタッフの皆さん、表層を教えてください。バイバイ。すごい楽しみです。ハンガー多分10匹ぐらいは釣れると。本当に？じゃあ頑張りましょう。